はいどうも、シューチャンネルのシューです。はい、今日ね紹介する、畑菜園はすごくね竹の支柱が雰囲気のいい菜園なんで、うちもねこういうなんて言うんだろうナチュラルな雰囲気を出したいなと思って今撮影してます。すごくねいい感じで、はい、参考になりますね。はい、まあいろいろ植えられております。まあね見た感じでもねお芋であったりね、オクラであったり、キュウリ、あとかぼちゃの類なんかもどちらかというとねうちと同じ土地の広さで、まあ細長い、ここはね全体には田園地帯なんですけど、くぼみでね、ちょっとね稲とか巻くには適してないところをね利用されてるみたいです。こうずーっとね、こうねまっすぐなってますけど、全般ねもう竹の支柱しか使ってないみたいなんで、まあ、一部ねプラスチック製も使ってますけど、竹の支柱で統一するとこんだけねしっとりとくるっていうかね雰囲気が合うっていうかいい感じです。かぼちゃとか、まあ、里芋にしろ、オクラにしろね葉も大きくてね、しっかり肥料も入れられているのが、よくわかる菜園です。あとねこうやってねカラスよけに、枝にねカンカン入れて音鳴らしてね虫が寄りつかなかったりカラスが寄りつかないようにしてたりとかしてですね、非常に参考になりますね。人通りはね少ないところなんで、まあ、こういう音が鳴ってもね近所迷惑にならないんでいいと思います。ざっくりちょっと見ていくと、支柱の立て方自体は、そこまでね手の込んだね立て方はされてないんですけど、ここ例えばゴーヤ、ゴーヤなんかは、合掌造りですね、竹の支柱を、使ってますね。多分ね直径が10センチクラスの大竹を、2メートルぐらいの、幅で、何等分か8等分かにしてね、細いね板状にして使われてるみたいです。非常にね円柱の竹の支柱よりも使いやすいと思いますんで、まあ、加工はね手間がかかりますけど、ちょっと真似したくなりますね。はい、あと真ん中枝豆、あと奥に芋、間にね、虫除けも兼ねてね、シソの類も、しっかりね植えられておりますね。はい、こちらなんかもね大きな葉っぱですけどあれなんだろうかね、スイスチャードかナッパーの取り忘れが大きくなった感じでしょうか。あとオクラもね、しっかり収穫されております。で中には、菊なんかもこうやって植えられてね、自分が特にいいなと思ったのは、このね枝豆のね合掌造り、竹支柱の雰囲気もよく出てていいと思うんですけど、これですね、この立て方おしゃれですね。なんて言うんだろう、支柱をねこうグッグッグッと立てて横に這わせて区画を区切ってますね。何を植えてるんだろうと思ってよく見ると、菊の花とかもね植えられてるんですけど、これねアスパラの区画ですね。しっかりアスパラも大きくなって花も咲いておりますから、生育は順調ですね。草もしっかり取られてるのでね、雑草に負けてる、感じもなくて、見ててねいい感じに、育ってらっしゃいます。はい、どうかな、これはねなかなか、いいね。ちなみにね支柱だけ立ててたら、支えられるわけないじゃないかと思うと思うんですけど、よく見ていただくとねこうやってね網が張ってあるんですね、この四角い中に。ですからもう一回説明するとこうね支柱を立てて、横でね区切ってますけど、ここにねよく這わせるネット這わせてるような状態で、伸びていってそれで倒れないように支えてるみたいな感じで、これはナイスアイデアですね。ぜひねうちの菜園にも取り入れたいと思います。まあ人をね潰す感じでかな、他に何に使えるかなと思ったら、そうですね、アスパラもそうだしトウモロコシとか背の高くなるやつには使えるでしょうね。まあナスとかトマトにはねいまいちちょっと使えないと思うんですけど、ただねこれをね何段かこう重ねて網を這わせることでね自然とトマトとか、そういうのも上にどんどん伸ばしていっても倒れない支柱ができるんじゃないかと思ってね、今ねちょっとやってみようかなとも思ってます。ただね手入れが大変になるんで、やっぱ平面仕立ての方が扱いやすいかなって気もします。まあそんな感じで、非常にね竹支柱を中心に使われてね、いい雰囲気が出てる菜園ですね。こういう菜園をね見かけるとね思わず手を止めて、見惚れてしまいます。
はい、あとね畑にね、畑というか田んぼか、今水引く時期なんでね、特に水路なんかから、水もね簡単に引けるような、土地柄で、やられております。組み上げ式のポンプをね1台持ってくればね、畑の水やりも、簡単にできるんで、場所的にもやっぱりナイスだと思います。まあそんな感じで非常に参考になる畑なんで、ぜひね、あのいい部分自分の菜園にもどんどん取り入れていきたいと思います。はい、以上しゅうチャンネルからでした。どうもどうもどうも。